インターンシップ。学生が実際に企業で実習を行い、職業体験をする制度。今回のインターン先は株式会社ビジョナリーホールディングス。メガネやコンタクトレンズなどを販売するメガネスーパーを運営しています。低価格をうたうチェーン店が増えるメガネ業界で、最新鋭の機器を使った検査やレンズの加工技術といった高付加価値の提供で勝負しているメガネスーパー。全国に314店舗を展開し、年間売上270億円を誇る絶好調企業です。そんなメガネスーパーでのインターン、見届けるのは。サラリーマンを辞めて29年、増田岡田の増田です。インターン生を見守るインターンパートナーは増田秀彦。そしてインターンに参加する就活世代の芸能人は。こんにちは、新田さちかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の春大学卒業。そうなんですよ。そのまた去年だったりとかは友達が就活を受けてる時期だったので、うん、結構インターンとかも拝見してました。あ、そう、うん、そんな時も全く私はあのアルバイトしてました。普通にアルバイトして、スターバックスでアルバイトしてました。あ、そう。じゃあ接客業はしてるわけやね。はい、してました、うん、今年3月に青山学院大学を卒業したばかり、就活世代タレントの新田さちか。普段私コンタクトレンズで、まあ、目が悪くて銅を入れてたりするんですけど、うん、家ではメガネをかけてるんですよ。あ、そうなんや、はい、でもそのメガネなかなか新調できてなかったんで、うん、今日はこのタイミングでメガネ買っちゃおうかな。インターンですか。あ、インターンか。ショッピングちゃいますから。失礼いたしました。では早速メガネスーパーさん行きましょう。行きましょう、はい。元サラリーマン増田秀彦と就活世代のタレント新田さちかがメガネスーパーで1日インターン。すると度数を 0.01 刻みでお測りができるという機械を。 0.01 じゃなくて、はい、0.01 刻みでお測りできる。最大60項目1時間かけて測定する超精密検査と、メガネ業界初、業績を支える最新サービスの実態が明らかに。御社でインターン、よろしいでしょうか。まずは担当者にインターンのご挨拶。執行役員の松田と申します。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。メガネスーパーさんの創業何年ぐらいになるんですかね。はい、創業1973年に創業しておりまして、約50年になります。すごい、はい、メガネ業界では古株の方になりますね、うんうん、はい。来年で創業50年目を迎える老舗企業メガネスーパー。現在社員は1600人。ちなみに今年の新入社員は女性が9割と、女性にも人気の企業なんです。と、ここで。あの、メガネをしてないと入社できないとかってあるんですか？はい、ないです。大丈夫です。そうなんですか？いや、見てください、松田さん、はい、メガネしてないでしょ。じゃあ、ちなみに社員さんの何パーセントとかで何割、はい、メガネ持たれてるんですかね？だいたいもう8割ぐらいの方はメガネ持っています、私も持っていますし、うん、そうなんですね、はい、でもやっぱり8割いらっしゃいましたよ、ね、え。メガネスーパーの社員になる条件にメガネをかけているが必須ではありません。ただ目の良い社員さんはお客さんにメガネを勧めやすいと伊達メガネをかけている方もいるそうです。ずっと気になってたんですけど、はい、メガネスーパーさんのスーパーとか由来って、はい、お名前の由来ってあるんですかね？はい、実はスーパーには2つの意味がありまして、2つ、はい、まず1つがあのスーパーマーケットのスーパーという意味で、もう1点があのスーパーの本来の意味である他社に超越した優れた商品サービスです、はい、そうなんですね、はい、そんなメガネスーパーで今回インターンさせていただくのはご覧の2つ。
まずは1600人の社員の9割が働いている店舗でのインターン。やってきたのは全国一の売上高を誇るメガネスーパー高田馬場本店。1日の来客数はおよそ300人、年間で5万人が訪れているそうです。どうもこんにちは、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。増田です。私メガネスーパーで第一営業部東京ブロックのブロック長補佐をしております安野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お店には何種類ぐらいのメガネが置かれてるんですか？そうですね、もうあの本数でいくと2000本を超えるような形になっております。2000本、はい、すごい。店内には高級ブランドのディオールやトムフォードなど900種類2000本以上の豊富なメガネが並び、全国のメガネスーパーの中で一番の品揃えを誇ります。中でも売れ筋の商品が、こちらが自社で開発した商品となっております。おしゃれすぎる。あ、かわいい。いや、そうですね、かわいい、はい。20年前から発売しているメガネスーパーのプライベートブランド、機能性やおしゃれなデザインが評判の大人気商品です。中でも最大の特徴が、軽い。全然かけてる感じしないですよね。軽い。そんなに？めちゃめちゃ軽い。本当に軽い。びっくりした。めちゃめちゃ似合ってるよ。モデルがいいので。いや、めっちゃ軽い。みんなにかけてほしい。フレームの重さはなんとわずか8グラム。軽量プラスチック素材を使ったフレームは目の疲れの軽減にもつながるので人気なんです。メガネスーパーのオリジナルメガネ、フレームとレンズのセットでどれくらいのお値段になるのでしょうか？メガネスーパーでは、まあ、レンズを入れても平均だいたい4万円から5万円ぐらい、そういった形でご提案させていただいております。メガネの相場としては高級品の扱いになるんですか？そうですね、安売りのメガネ屋さんだと今1万円とかそのぐらいで作れるところもありますけども、はい、うん、どちらかというと、まあ、お客様にとって一番良いものをご提案するために品質の良いものを取り揃えております。なるほど、はい、この金額だったらもう十分品質の良いのを提示できる。そういうことでございます。いや、この軽さの特徴があってこの金額得たら安く感じるんですけど。めちゃめちゃこだわり感じますもん。メガネスーパーのお客さんは値段が高くてもいいメガネを購入したいという方々がほとんど。主に40代以上のお客さんから熱い支持を得ているんです。ちなみにフレームは全国店舗共通なんですか？そうですね、フレームに関しては各店ごとでその地域性とかそういったものもございますので、ところどころやっぱり違うところがございます。そうなんですね。はい、例えば関西の方やったらちょっと派手なフレームの方が売れやすいとか、はい、土地柄とかもあるんですか？そういうことですね。本当にそうなんですか？はい、知らなかった。さらにメガネスーパーがお客さんから支持されている理由は品質のいいメガネを販売しているだけではありません。メガネを作る際の検査でも高い評価を得ており、業界一の超精密検査で他社を圧倒しているんです。その検査を体験と、その前に案内されたのは、何どうぞ。新田さん、まずこちらの方に座っていただいてもよろしいでしょうか？はい、何のスペース？すごい、なんか、あ、ふかふか。それでは失礼いたします。はい、ではリラックスした状態で大丈夫ですので、はいはい、もしかしてお昼寝タイムですか？メガネ屋さんですよね？そうですよ ね、はい、これからアイケアリラクゼーションというものをさせていただきます。アイケアリラクゼーション、はい、検査前に10分間、目の周りリラックスをしていただくことによってより精度の高い視力が出せるという形になってまいります。はー、アイケアリラクゼーションとはメガネスーパー独自のサービス。目が疲れた状態で検査をすると正しい視力が測れない可能性があるので
検査の前に目をリラックスさせます。わー、そこめっちゃ気持ちいい。おやすみなさいって言った方がいいですかね。ゆっくりしとき、もう喋らんでいいよ別に。寝ていいよ。あ、すごい優しかった。お昼寝チャンスやで。リラックスせなあかんからね。そうですね、うん、でも実際お客様の中では寝てしまう方も結構多いですね。わかります。お顔触ってもらったり、はい、頭触ってもらったりするとすぐ寝ちゃう。ちなみにアイケアリラクゼーションは目だけでなく肩や首、頭もリラックスさせます。これは目を使いすぎると頭痛や肩こりの原因になるため、ドライヘッドスパやストレッチリラクゼーションなども受けられるんです。これだけしに行きたいです。ありがとうございます。はい、本当に流行りそうやねこれね。流行りそう。目だけっていうね。男性も女性も今目疲れますから、 SNS ずっと触って。ここでアイケアリラクゼーションにインターン生新田が挑戦。安野さんにレクチャーを受けた新田、果たしてうまくできるのでしょうか。体重を乗せていくような感じで押さえていきます、はい、いきます。これ均等に力入ってます？どうですか？あんまり強くない方がいいんですか？なんかちょっと弱い感じがするんですけど、はい、はい、これはですね、どうしてもやっぱり初めてだとですね、はい、力のかけ方が難しいので、うんうん、もっと体重乗せた方がいいってことですか？そういうことですね、うん、これぐらい結構かけてますけど、乗ってみ乗ってみ、そこグーその上で逆立ちしてみ結構かけてますけどね今。全然難しいですね。これ研修いりますね。そうなんです。検査前のアイケアリラクゼーションはメガネスーパーのこだわり。社員は1週間研修を受けてマスターするそうです。本当に新しい発見でした。メガネ屋さんでめっちゃいいですね。習得したいもんこれ。結構やっぱり女性の若いスタッフはリラクゼーションやりたくて、あのメガネスーパーを知ったとか、そういう方もいます。御社でインターンよろしいでしょうかは各週土曜夜6時30分から BSTBS で放送中。配信は TVer で。